馬の名前を命名していただきたいな、はい、正式に決まりましたので発表ということで、はい、こんにちは、マリキンです。今日はですね、先日皆さんにですねちょっとお願いしました馬の名前を命名していただきたいなという、まあ、それのですね正式に決まりましたので発表ということでお願いします。いろいろなこう、まあ、ちょっと来てましてですね、すごい面白いのがあったなっていうのもあるんですけど、やっぱマリモっていうのがですね、マリモなんとか、マリモチャンピオンとか、マリモスナイパーとか、あとやっぱそのマリキンもですね、マリキン、マリキンなんとか、マリキンメロンとか、なんかちょっとスイーツ系も多いですね。杏仁プリンとか、なんか可愛いな。一番あるのがこのマリキンシリーズとマリモシリーズという。で、その次がスイーツ系という。メロンサックとか、レモンパイとか、まあ、ちょっとふざけてるなというのはね、これね、結構ちょっとこれもちょっと面白いなと思って、全く関係ないのもあったんですけど、うちの妻の名前ですっていうのがありましたね。これ全然関係ねえなみたいな。奥さんの名前、もう直球できましたけど、これも面白いな。まず3つ候補をちょっと挙げたんですけど、1番目が、ちょっとそのまんまなんですけど、マリキンチャンネル、これを第一希望いきましてですね。で、次がお母さんハニーサックルなんで、とマリキンをかけてマリキンサックル、これが第二希望で、3番目がこれちょっとスイーツ系入れようかなということですね。杏仁プリン、これ美味しそうだな。杏仁プリン、これうまそうだな。なので今のマリキンチャンネル、マリキンサックル、杏仁プリン、この3つで、いった結果、さあどうなったかというと、発表します。名前がこの度ですね、マリキンサックルに決まりましたということで、ありがとうございますっていう。で、決めていただいたのがペンネームスギピスさん、命名をしていただきました。で、スギピスさんにはこのマリキンサックルのこのデビュー戦のこのゼッケンをですね、差し上げたいなと思います。本当ですね、今回いろんなのが来て、これ面白いな。奥さんの名前が来たり、スイーツが来たり、結構これ面白かったな。で、また何かこう機会あれば、ぜひこういった企画をですね、皆さんとやっていきたいなと思いますんで、またどうぞよろしくお願いしたいなと思います。これマリキンサックルは将来的に、まあ、どこまでいけるかですけど、ちょっと困った癖持ってる馬なんですけど、それなりには活躍してもらいたいなと思うんですけどね。まあダートの競馬になるんですけど、まあお父さんのフリー要素みたいな感じで、いいとこまで行ってくれればいいなっていうのは、まあありますよね。まあ競馬なんでちょっとどうなるか分かんないですけど、いいとこまで行くんじゃないかなっていうのは、まあ、期待を持ってないとやってらんないんで。で、デビューは、今月末能力試験を受けるんで、まあ、7月かなーっていう、4月のどっか出てくればいいかなーっていう、まあ、大井の開催、まあ、次第ですけど、まあ、そうですね、調教とかも今結構意外にしっかりめにやってるんで、まあ、そろそろこれ出てもいいかな。あと能力試験受けて、まあ、どうなのかな。まあ、ちゃんと時計出せれば、普通にそのままデビューできるかなと、まあ、思ってますけどね。そうですね、まあ、今のところは本当に順調で、おかげさまで来てるんで。まあ、あとはもうデビューマッチのみで楽しみに。はい、ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録と、グッドボタンと、コメントの方ですね、バシバシお願いできればなと、思います。ありがとうございました。